こんにちは、速稼塾の久保です。今回クエスチョンを大切にすることということで花龍馬さんにお話しいただきました。そうなんですよ、暮らしの中にいろんな疑問があり、まあその疑問を感じるだけじゃダメで、どうすればいいのかなとかね、その疑問っていうのは当たるのかな当たらないのかなっていうことだったりもするんですけども、まあ、私はスーパーの社員としてね、ハローズという会社にが大学を出てから7年ほど勤めていたんですけども、まあ、その時に思ったのはですね、例えば他の方はこういうふうに言われてたのを思い出すんですよ。自分の勤めていた仕事の10年上の先輩が自分の10年後の姿だ、だから自分の10年上の先輩がやっている仕事を自分が10年後もやるのかと思ったら、あ、ちょっともう先が見えなくなったっていうふうに言われるのがあるんですよね。まあそれが一つ自分の仕事に疑問を持つことだというふうにその後続くんですけども、私はそれを聞きながらね、ちょっと待てよと思ったんですよ。その10年上の先輩は新入社員で入社した時からそれをやってるのかなっていうふうに巻き戻してみると、そんなことはないんですよね。10年前は当然今よりもテクノロジーも社会文化も10年やっぱり昔なんですよね。ということは自分が今日この瞬間見て10年後の自分の姿を10年上の先輩に重ねるのはだいぶ違っていて、その先輩は10年前にまだ未開の地であったその業界でですね、コツコツ積み上げて10年かけて今の仕事にたどり着いてるわけなんですよ。ですんで10年前の姿から見ると、その先輩は明らかに進化していって、ここまで自分の業界を切り開いて、ここまで自分の業界を楽にしたぞとかね、夢のあるものにしたぞっていうふうに進んでるというふうに私は見たんですよ。ということはどういうことかっていうと、今からその先輩を見ながらずっと10年やってると、その先輩のやってることを自分がやるのかってそうではなくて、10年進んだ社会文化、会社の風土、作業というものになっていきますんで、おそらく私がその時にね、スーパーに入って考えたのは、スーパーの社員といえども10年経ったらみんなね、パソコンを1人1台持って、まあ、インターネットを使って自宅で発注とかね、もっと言ったらスーパーには人がぐっとね配置されなくって、スーパーの店長が1人社員で、あとはみんなアルバイト、パートさんで回せるようになるんではないかなと。その他オートメーションとか、今はもう現実化されている自動レジとかね、そういうふうになるんではないかなっていうふうに私は当時感じたんですよ。そうなるとどうなるかっていうと、私は10年後このハローズの店長にもしなったとしたら、おそらく指示指導するのは人に対してではなくて機械に対してなんだろうなと思ったんですよ。でその時、当時はね、一つの店に80人ぐらいの社員とかパートさんとかアルバイトで回していたんですけども、多分10年経ったら5人ぐらいで回すようになるんじゃないかなと思ったんですよね。でいなくなった人員っていうのはどうなるかっていうと、もっと別の職位、別のレベルの配置になってるんじゃないかなというふうに感じたんですよ。まあ、そうなるとこの業界にずっといるのも悪くないなと思えたりするんですよね。でスーパーマーケットで、磨いたスキルっていうのは使われてやらなくなってくるかっていうと逆でですね、例えば私は鮮魚部門に勤めていたんですけども、まあ魚の鱗を取ったりね、三枚におろしたりとか、いろんな調理方法を学んでいったんですけども、将来この魚をさばけるとかね、包丁を研げるっていうのは超専門職になるんではないかなっていうふうに予測したんですよ。おそらく自炊をされている方の中でも、毎日魚の鱗を取ったりね、それから、まあ、釣ってきた魚を自分で調理して味付けして食べるってことはあんまりないと思うんですよ。ほとんどできたものを買ってきて温めるだけとか、ちょっと切り分ける取り分けるだけとかっていうのが、まあ、調理という形になって、まな板や包丁を使う時間っていうのは極端に減ってると思うんですよ。でそれは便利になっていいことだろうけども、逆に包丁を研げる人っておそらく、まあ、現在ね令和3年になりましたけども、10人中1人いるのかな、100人中1人、いやいや1000人中1人でもなくて、もしかしたら数千人中とか1万人中1人ぐらいのものになってるかもしれないなと思ったんですよ。で私は包丁を研ぐために砥石ってものをね持ってるんですよ。2枚あります。一般の砥石と仕上げの砥石って 2本ですね。
で包丁も柳刃と出刃っていうのは必ずあって、ステンレスのなんかペコペコの包丁っていうのはね、まあほとんども使わないんですよね。やっぱり柳刃包丁とか出刃包丁しっかり研いで使って、使った後はまた消毒してみたいな感じで、道具の手入れもしっかりするんですよ。でそれを YouTube に上げたりするんですけども、確かにね、包丁を使う人が減るっていうことは、包丁を使わなくて良くなるっていうことと同時に、使えるほどが希少価値を増すというふうな考え方もできるんですよね。そういうふうに私は、将来の自分の仕事にいろいろと思いを巡らしたときに、こういうふうに思ったんですよ。いろんな疑問を持つことは、まあみんな当然あるだろうなと思うんですけども、的外れな疑問を持ってるってことはないだろうかと、その疑問は当たるだろうかみたいなね、ことですよね。おそらくコンビニに行って、まあ、例えばコンビニに行ってね、レシートがなんか今店員さんから渡されるんじゃなくて、機械からビューって出てくるらしいんですよね。まあそういうふうに考えると、10年前に想像もしなかったような職場とか仕事になるわけなんですよ。今から考えてもそうです。だから、うわこの仕事嫌だなと思えば思うほど、他の人もそう思ってるから、テクノロジーがそのストレスを解消するために良い職場を作り続けて、1年3年5年10年となるから、おそらく今やってる仕事をずっと10年続けてると、ものすごく職場の環境も楽になる、自分も職位を上げてどんどん楽なセクションに行けると、楽で稼げる職位に行けるというふうになるだろうなと思ったんですよ。だからね、やっぱり疑問の種類も、的外れな疑問を持っちゃうと、いるべき場所から、早とちりして退場するってことにもなりかねないのかなと思うんですよね。いやハローズのね、近所の店に行くとちょっとびっくりしたことがあって、当時アルバイトで入ってきた子が店長やってるんですよ。もう考えられなかったですね。ハローズってのは新卒の大卒を主に取って、それを短期で育成で店長にしていた、そういう流れがあったんですよ、私の頃は。だからアルバイトで入ってきたら、まあ社員になることはあり得ても、まあね、幹部への道はないだろうというふうに当時は思われていたんですよ。だからアルバイトの子っていうのは短期が多かったんですよね。短期って言っても2年3年っていう形ですけども、でもね、5年10年と勤める、まあ当時から考えると20年ですよ。20年勤め上げて店長になっているというね、要するに会社の体制がどんどん変わって、どんな人でも、アルバイトでもパートでも何でもね、人さえいれば育て上げて、会社がどんな仕事でもできる、社員レベルにもなれるような教育体系ができてるんですよね。だからすでに採用は大学生に限らないと、もう店長とか幹部候補生になりたいんだったら誰でも OK ですよと、どんな人でもあなたがやればそうなりますよみたいなコースが引けてるんだろうなと思ったんですよ。これは教育体系の進化ですよね。同じハローズという会社にいて、大学卒みたいな、まあもともとできてる人間じゃないと幹部になれなかった時代から、今は誰でも人間は育てることができる企業になったんですよ。これは本当すごいなと思いましたね。でセルフレジってものもハローズには導入されちゃいましたしね。私が社員でいた頃にもうすでにそれはね、予言されていたことだったんですよ。あとセントラル工場とかね、要するに店舗はあって、店舗でももちろんインストアで商品作るんだけども、中央の工場で一括で作って各店に配送して、もうすでに納品したものを並べるだけと、で作ってるのはハローズ社内で作ってるっていう扱いになるということでね、工場長みたいな道もできたりとかするんですよね。だから全部が店舗で作るわけじゃなくて、セントラルで作って配送することによって陳列が早かったりね、それが深夜の仕事を担保したりとか、さまざまな進化が見られるなと。で当時からこれも言われてたことだったんですけども、これから中国の人がもっともっとね、美味しいものを食べて食通になっていくっていうふうに、これね、20数年前私がハローズの社員だった時から語られていたんですよ。将来はこうなるぞと。当時確かに中国から入ってくる食材はものすごく安かったんですよ。というのが、中国の人が経済的にまだね、追いついてなくって、収穫はするんだけども国内で食べることができなかったんですよね、うなぎやマグロ。特に中国は生物を食べない文化がありましたから、生鮮食料品の中でも魚の生魚っていうのは中国で大余りだったんですよ。だからものすごく安く日本に仕入れてくることができたんですよね。うなぎもめちゃくちゃ安かったです。
このぐらいのうなぎが200円で仕入れることができたんですよ。今でうなぎ丼に使ううなぎですよ。200円で仕入れることができて、私はよくね40匹のセットとかをね買ってきたわけなんですけども、あの業者を通じてね、もううなぎが安くて安くてすごいなと、いくらでも売上利益取れるなっていうのがうなぎだったんですけども、ただ現在ね、中国で生産されているうなぎは中国の方も結構豊かになって自分で食べるようになったし、世界でもうなぎを食べる文化とか日本食ってものが浸透してきて、まあね、魚っていうのがおいそろって入んなくなってきて、逆にね、日本にはもうあんまり輸出したくないなみたいな動きが出てきたんですよ。で、日本はどうせ食料品廃棄してるでしょと、仕入れた分捨ててるんだったらあんまり出さなくていいよねっていう形になってきたり、日本人に言っても儲からないっていうふうにもなってきたんですよ。要するに日本は高値で買ってくれないということなんですよね。日本はデフレですから、高いものあんまり商品流通してないんですよ、ね、ということは輸入品も安いものばっかりになってくるんですよ。輸入品が安いものってのは日本からしてみたらいいですけども、日本に物を売る方としては手間がかかって儲からないんで、あんまり売りたくなくなってきてるんですよね。まあそういうふうな時代の中でも起きるよというふうに当時言われていたんで、それを考えて自分の将来はどうなるのかなっていうふうに組み立てていけよっていうふうな社員教育がすでにあったんですよ。もうほとんどがね当たってるというね。やっぱり一部上場企業の会社ってのは先見の明があってすごいなと思いましたね。でも当時新入社員で入ってきた私もそうですけどね、まあ毎日ね重い作業するんですよ。市場に行ったり、もう辛い掃除があったりね、魚の卸があったりとか、それこそ甘じょう銀鮭っていう冷凍のカチカチの鮭をね毎日10ケースとか切るような、これいじめなのかトレーニングなのか分からないような業務があったりとかしてね、いやこれをお前延々とするのかよというふうに思ったんですけども、違ったんですよ。新入社員の時にすでに2年目はどうなるのかっていうふうな、まあ将来像をね見せられたし教育されたんですよ。それは2年目にはすでに各店舗の担当者になり、パートさんを使い、社員、新しい社員を教育して、新入社員をね教育して、自分は次の職位店長を目指すんだよ、2年目でそういうことをやれっていうふうに1年目に教わるんですよ。これは夢のある仕事だなと、ただし落ちこぼれたら一生這い上がれないかもしれない。なぜなら新入社員は毎年量産されるからだということも言われてましたね。ただ今はポストが足りないと、店舗がいくらやっても儲かっちゃうんで、これから将来は岡山に出ていくぞとかね、四国に出ていくぞって当時は絵空事のように言ってました。でも実際私が勤めていって5年目ぐらいに岡山進出あっという間にしましたしね、それから私が退職して10年も経たないうちに四国進出もして、今度広島にも出ようとしてるんですよね。いや凄まじいですね。だから職場ってのは進化しない形で見ると10年上の先輩が自分の10年先の姿になっちゃいますけども、その疑問は当たるのかってことなんですよ。待てよと、例えば大工仕事で、まあ、炎天下の中ね屋根に登って釘を打つ仕事があるとするじゃないですか。10年後そんなことしてると思いますかって感じなんですよ。10年後は完全にテクノロジーがそういう場所から人間を排除してるはずなんですよ。だから10年後は炎天下で人間が立つことはないだろうなっていうふうに考えると、その職場も素晴らしい将来性のあるものに見えてくるし、なんか小さい話ですけども、今ねなんかこう夏場に暑くならないようにジャンパーにエアコンがついてるみたいなね、これもだから昔予言されていたんですけども、まさにそうなってるというね、本当にねあらゆる職場が10年後は夢のあるものになってるというふうに考えながら仕事に当たることがものすごく大切だし、現実そうなってるんですよね。誰しもがこの炎天下なんか仕事したくないんですよ、ね、今道路をバーッと行きますとガードマンさんがこうやってね炎天下なんかやってますけども、あれは果たしていいんだろうかと思ったら、やっぱりね安全太郎っていうんですか、機械に変わるとかってこともありますし、まあ、そもそも道路工事を規制するガードマンっていうのは人間である必要なければ、その区間を機械によって、例えば片方だったらね、機械によって信号によって自動に振り分けたりともすることができるんですよ。おそらくそうなるでしょうね、まあ、あとは人間を使わないと問題が起きるとしたら機械の方が高いからだという問題があります。もうじき機械の方が人間を雇うよりも安くなるので、人間が単純作業をするよりも機械が単純作業した方が、収益的にもいいし、人材も無駄にならないしってことで排除されていくのかもしれないですね。まあそういうふうに考えながらやったりしてるんですよ。はい、それでね、これからはね
農業とか畜産というものが専門職になっていて、私たちは多くの人が就職先に農業とか食品というのを選びませんでした。でも食品を作れない国っていうのは滅びるんですよ。で、日本は滅びるかっていうとそうではなくて、バイオテクノロジーなどを使ってですね、実は農業系の高校の方が今夢があるんですよ、ね、マグロの養殖っていうのを海のない都道府県でやったりね、昔の廃校、学校ですよね、学校の廃校の中に生けすを作ってそこで水耕栽培をしたりとか、すでに森や畑で食べ物を作るんではなくて、川や海で魚を作るんではなくて、人工的に作った環境で安全で健康で栄養素のたっぷりある、そういった畜産、魚、食品、素材、こういったものを安定供給する仕組みはでき始めてるんですよね。そうなると農業の環境もだいぶ変わってくるし、そうなるとね、工業系とか農業系の、私の時代では落ちこぼれがいくようなコースといったものが脚光を浴び始めて、普通科っていうのはむしろこれからはいらなくなっていく時代に入るんじゃないかなと思ったりしましたね。まあそういうふうにいろいろ自分の職場、自分の収入を得ているものの10年後を考えると、私も思うんですけども、 FX なんていうのは10年経ったらもうほとんどなくなるでしょうね。あれは完全なるアルゴリズムでやっていけるので、私は坂田五法とかね、それからゾーンとかね、エリオット波動とかやってますけども、全部あれは人間が考えなくても機械にインプットできるものばかりなんですよ。プログラミングして自動的に売買できるものばかりなんですよ。ただその正確さとか、あとはね、損切り、感情の部分がありますので、まだ人間の方が裁量でやった方がいいんですけども、おそらく全部これ機械化されるでしょうね。そして機械によってそういった FX の取引をしている業者が勝つ、そしてお金がなくて機械が導入できない人は人力でやるしかなくって負けるというふうな、完全なる明暗が分かれる時代も来るんじゃないかなと思いますね。そもそも投資や保険、金融、ファイナンスなんてのは全部ね、プログラミングできるんですよ。で、プログラミングした方が人間みたいに感情に揺さぶられないんで、いい成績が出るんですよ。私は投資の世界を将来そうなるというふうに見てますし、この流れに向かっていることを実感します。ですんで、投資家として人間が稼げるのももうあとわずかかなと。新しい時代の投資家は投資をする機会を高額で買える人になってくるのかなと思うんですよ。ですんで、お金がない人はいよいよ這い上がれなくなっていく、そんな時代がこれから見えてくるんじゃないかなと思いますね。今のうちに滑り込んでおかなくてはならないかなというところでございますね。ということで、私は将来を見ております。まあこの予想がね、当たらないかもしれませんし、どんな予想をするのかはいろんな方がね、自由に想像の幅を広がしていると思いますけども、少なくとも私は将来を予想しながら、今日48歳となって予想もしないような人生を歩んでるかなと思いますね。10年前は私もホームレスでしたからね。麻雀店の売れない親父で借金を抱えて、結婚や自分の自己所有の家なんて夢のまた夢と。借金を生涯かけてどうやって減らそうかなと思ってただけですからね。はい、ということでございました。本日も花嫁さん、ありがとうございました。長い話になりましてすみません。